ようこそ、ギターの方もそうじゃないそうです。ということで、今回はですね、32枚目シングル、リアルミーグリレポ。はい、ということで、まあ、今日ね、6月18日、32枚目シングルのリアルミーグリがね、当日、リアルミーグリ当日だったということで、もう今ね、ちょうどもう一部終わって帰ってきたって感じなんですけど、もうそのミーグリレポね、やっていきたいなと思います。ではね、今回、ミーグリしてきたのは、リアルミーグリね、対面でお話ししてきたのは、ナギということでね、一部は、ナギだったんですけれども、もう正直言いますけど、もう何も覚えてないです、ほとんど。もう最初だから、緊張しすぎてやばくて、もう緊張コミュ障キモーターも全部乗せてちゃったんで、正直あんま記憶ないんですけど、もうその直後ね、終わった直後にメモは一応したんで、ざっくりではあるんですけど、ちょっとレポね、話していきたいなと思います。もうこのね、終わった直後の熱量のままね、話していきたいなと思います。で、今回僕一部のナギの巡りが6枚全部で6枚、合計6枚あったんですけど、2枚と4枚に分けてきました。で、まあ時間はもうね、時間も正直分かんない。2枚出しと4枚出しの時間ももう体感も覚えてないんで、ちょっと時間もね、今回ちょっと分かんなかったって感じなんで、もう、まあでもこの話してる内容とかでね、大体これぐらいって把握してもらえたらなって思うんですけど、まずね、2枚出しでちょっともうね、やばかったですね。もう最初ナギと対面した時、まあ、今回アクリル板が、ね、あるということで、アクリル板とマイクがあって、で、まあ、声は、ね、お互いちゃんと聞こえるような感じに、アクリル板はあるけどちゃんと聞こえるような感じになってて、ナギが座ってるんですよね。そう、座ってて、で、私服でしたね。私服でナギが、ね、いて座っててって感じで、もう最初を見た瞬間から可愛すぎて、あともうちっちゃすぎて、もう顔こんなんでした。顔こんなん、マジでちっちゃすぎて可愛すぎてっていうね、それしかもうね、覚えてない、正直覚えてないんですけど、まず2枚出し、で、ナギと対面して、まあ、なんか、こんにちはみたいな、ね、感じで言ったら、まあ、ナギもね、あ、こんにちはみたいな感じで多分言ってくれてたと思います。で、もうそしたら僕もね、もう真っ白になっちゃった、頭がもう、おうみたいな感じだったので、もう そしたらもう頼るのはこれですよ、頼るのこれって感じでね、もう、あれってね、見せたんですよ。これ見せて、まあ、ナギがね、なんかお久しぶりですみたいな感じで言って、で、まあ、なんかこれにもね、一応反応してくれたんですけど、もうそこも覚えてないです、正直。覚えてないけど反応してくれました。で、反応してくれて、なんかいつもありがとうございますみたいな感じで言ってくれて、まあ、多分 YouTube のね、ことなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いつもありがとうございますみたいな感じで、言ってくれて、で、その後ね、僕もここだけは鮮明に覚えてるんですけど、めっちゃ可愛いって言いました。出ちゃった、もう口から出ちゃって、若干惹かれたかもしれない、もしかしたら。でも、もう出ちゃいました、めっちゃ可愛いって言ってね。そしたら、ありがとうございますみたいな感じでね、なぎ、あとしっかりタメ口じゃなくなってるんですけどもね。前回のね、1週間前の揺れの時にね、お互いね、タメ口で話そうみたいな感じのこと言ってたんですけど、もうお互い敬語になってました。もう完全にね、お互い敬語に戻っちゃってましたっていう感じだったんですけど、で、その後ね、もうそこぐらいで多分もうお時間ですみたいな、スタッフの人がお時間ですみたいな感じだったんで、僕がもう一回来るんでって言って、その4枚出しもう一回ループしたんで、もう一回分けていったんで、もう一回来るんでって言ったら、ナギがなんかもう一回みたいな、あ、分かったみたいな感じで、最後ナギがありがとうって言って、もうあーいみたいな感じで終わりました。もう、語彙力が終わってるんですけど、もうこんな感じです。もう全然覚えてないです、正直。まあ、こんな感じでした。で、もう正直これも終わった後、僕後悔しましたね。なんかあんま話せなかったんで、もうコミュ障出ちゃったんで、だからもうね、そのみんなぎとのお見切りが終わって、もう一回ね、行くときに僕は決心しました。次こそ4枚出しはちゃんと話すぞと決意していった4枚出しなんですけれども、まあ4枚出しも最初はもう最初が最悪です。最初で、ね、まあ、ただいまって言おうとしたんですよ。ただいまって言おうとしたんだけど、もう声が出なくて、あうみたいな感じになっちゃいました。で、なぎもわーみたいな、ね、感じで返してくれて、で、僕もこの4枚出しではね、もう今までのというか、感謝をね、やっぱ推しに伝えようと思って、まあ、その YouTube に関してのね、感謝を伝えようと思って、僕がその後ね、第2回おめでたい会の後に YouTube 知ってくれて、めっちゃ嬉しかったしって言って、ナギがうんって返してくれて、で、その後僕がナギのおかげで YouTube 頑張れてるし、これからも頑張るんで、たまにでいいんで動画チェックしてくださいって言ったら、その後ナギが何て言ったかも覚えてません。もうなんか、うんか、うんだか、はいだか、まあ、笑ってたんですけど、うんだか、はいだか、分かったとか、なんとか言うのわかんないですけど、その多分、まあ、多分、わかんないですけど、なんか返事してくれたと思います。で、その後ね、お時間ですっていう、スタッフの人からお時間ですみたいな感じであったんで、で、僕、今回のこのリアルミーグリが、ナギは最後なんですよ、32枚目シングル、最後だったんで、また33枚目シングルでって言って、ナギがね、最後まで、ありがとうって言ってね、
手振ってくれて、最後までもうめちゃくちゃ最後まで手振ってくれてね、終わったという感じにね、なりました。もうですね、どうですかこのレポもういや可愛かった。とにかくやばかったっす。もうナギがね、もう生ナギえぐいぞ。生ナギえぐいし、あとシルエットを僕普通に直接ナギって言っちゃいましたね。まあ、今まで身振りでナギちゃんって言ってたんですけど、直接ナギってもうなんか言っちゃったんですけど、もうとにかく、まあ、僕のレポの内容はねちょっと今回あんまりなんですけど、もうとにかく可愛すぎたし、もう生のナギやばかったんで、それが見れただけでね幸せだったなと思います。はい、まあそんな感じで、まあ、あとはね、まあ、今回のレーンの的に5期生はあいうえお順5順で並んでたんで、ナギの隣がミックとあやちゃんだったんですけど、あやちゃんはね結構僕がナギ並んでる時にあやちゃんちょっと見れたりとかで、なんかその時あやちゃんのレーンがトラブルかなんかかってちょっと人がいなかったんで、もう目あった気がしたんだよねわかんないけど、知らんけど、あやちゃんちょっと見れたりとか、ミックもねちょっとこう見れたりとか、そういうなんかね、まあ、握手会の時思い出すような嬉しいやつね、嬉しいやつもあった。他のメンバーもちょっと見れちゃうっていうやつとかもねあったんで、もうそれも含めてというか最高でしたね。まあ、詳しくはねこのリアルミーグリの流れとか、まあ、その時間に関してなんですけど、まあ、またね後日しっかり語りたいなと思うので、もうとにかく今この熱量をね、熱量がねもう興奮しとるぞと、肝が出てるぞっていうのがね座ってればいいかなと思います。ということで今回はもうねその直後、終わった直後なんですけどね、32枚目シングルリアルミーグリ井上凪のなぎちゃんのなぎのレポートということでやっていきました。まあ、この後ね僕2部とかあるんで、まだまだね話すメンバーいるんで楽しんでいきたいなと思います。ということで今回これでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。嫌いだ。